よし、やっていくぞ動詞無実況のパート10でございますね。いや、時間が押してる。今現在10時56分という時間でしてですね、9月2日の10時57分でしてですね、ちょっとまず証拠を見せようか。不必要な証拠を見せようかでですね、まあ1日1本ね動画を上げようと思ってるんだけれども、鶴岡さんに聞く、うわ、真ん中こっそり開けてる。チャーリーをどこに聞く、鶴岡さんに聞く。まあいいか。でですね、まあ、1日1本ぐらい動画を上げていこうかなと、そういうふうに目論んでいるのですけれどもね、取りためてたやつが全てストックが尽きて今日の文化、今大急ぎで撮ってる。大急ぎです。りょうさん、お出かけですか？はい、ああ。昨日帰りが遅かったようなんですが。ちょっと。せめて11時までにはお帰りください。そうか、メモっとこう。何時に帰るってのはちょっといまいち。11時までには帰るんだな。手元にメモっとこう。11時。ああ、なんか、11時半かなみたいな。こういう時間にルーズなところがある。時間にルーズなところがある。なもんだから、そう、話がね、ちょっと途切れたけども、20分ぐらい動画撮って、20分ぐらいでエンコードして、ギリギリ、なんとか9月2日に、上げるのに間に合わせたい。そんなことを目論んでるわけでございますね。このパート10の動画は割と駆け足でいっていく。喋ることが、もっとトークがね、盛り上がるトークをすればいいんだけれども、それがちょっと、できてないなとちょっと最近思った。ゲームをしてるだけだなと。全然関係ない世間話とかもね、交えつつね。それもまた一つ、このシェンムーに彩りを添えることができるのではないかなと。この曲は、不穏な曲が流れている。この不穏な曲流れるとなんか起こるんだよ、大体。そんな気がする。めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、猫ちゃん寝ちゃったよ。寝る子って書いて、猫って。お腹がいっぱいになったのさ。猫の名前の語源が。よく寝るから。寝る子みたいな。そんななかったっけ。なでる。寝てるのに、よしよし、なでる。いい子だ。行こう。何かある。うちも猫1、2、3匹ぐらい飼ってるけどね、昼とかにね見かけるとね、なんかソファーに寝てて、で2、3時間経ってもう一回ソファーのところを見に行ったら、また同じ体勢で寝ててね、ずっと寝てるなっていう。昼間はリュウさんだ。おや、なんだね。チャーリーという男を知りませんか？チャーリー、外人かね。さんはあれだよな、バーバーリオ。よくわからないんです。よくわからない。黒い革ジャンにサングラスで、腕に入れず。そんな男。そうですか。どうも。情報意味なし。あれですよ。お、まだ猫がいる。ただ猫いっぱいいるな。猫がいたからなんだというのだ。これとは話すみやさん。あら、りょうちゃん。午前中チャーリーって男を知りませんか？チャーリー知らないわね。ねえねえ、何人なのその人？さあ、話し好きのおばさん感が出てる。ちょっと気になるじゃないの。でもそんなかっこいい名前の人、町内にはいないわよね。かっこいいか。サングラスに黒い革ジャンを着て、腕に入れ墨があるらしいんですが。それって長井工業の人じゃないの？こないだドブ板の事務所のとこで見たわよ、入れ墨の人。そうですか。長井、入れ墨は腕じゃなくて胸。ちょっと両親、念のため。ま、ちょっとおばさん知らないわよ。おばさん、チャーリー浜のネタが思い出せない。
ごめんなさいでいらっしゃいまして、なんたらマシーンみたいな感じじゃなかったっけ。よく思い出せない。マシーンじゃないんだよ。なんかあの失礼するな帰ってよ、あれ違うな。吉本のね人だったような気がする。芸人さんだったような気がする。チャーリーハム、いやだった気がすると。ここで練習できそうだな。練習するのこんなとこで。練習してみるか。別にしなくていいよ。一度も練習することなくこの CM を突破してみせようじゃないの。一度も練習とか言いながら確か一回したな。一回してる。おっと、猫じゃない。猫だ。あれ、うん、待て、あれは犬だな。こっちは猫だよな。え、何してんのこの猫。ついていけるのかな。ついていくモードとかはない。別段特に。ついていくモード。あ、埋まってるのか真ん中あたりが。鶴岡さん引きはもう一発。おっと、なんて風に手帳開いてるうちに猫が消えてしまった。あらあら、さっきあの家の前でほうき仕事してたおばさんがいたので、あのおばさんにも話を聞いた。あら、りょうちゃん。誰です。近藤さん。近藤さん、長井工業のことなんですが。お名前覚えてるな。知らない知らない、おばさんは知らないわよ。そんなとこ。本当ですか。知らないったら知らないの。たとえ知ってても。本当は知って。じゃあやめなさいってば。どうしてそんなおばさん心配させることを。無茶はしませんよ。しょうがないわね。しょうがなくないよな。長井工業がヤクザ関係の人だって知らないで行こうとしてるのかな。ヤクザ屋さんって知らずに行こうとしてるのかな。相当無謀だとは思うかな。こっちから行くと確か近かったような気がする。長い子。あ、あ、いつ犬がいる。さっき犬だ。犬を尾行したいんだけど、そんな方が興味なかったでしょうか。これ違うし。お、これは何だっけ。見上げたりするのか。え、これ何のボタンだ。あ、これができる。B ボタンを押すと立ち止まって横とかを見ることができる。グッと動かしたり。違うな。 B ボタンはこのカメラの方向に体が向くんか。おほほ、これじゃないじゃない。 G すいません。あ、どうも。ちょっと聞きたいんですが。ちょっと今することあるんでごめんなさいね。そうですか。じゃあまた後で。どうしたの。することがあるんだから仕方ないね。お？よ。よ。ああ、毎度。どうしたんだ？喉乾いてジュース欲しいけど、僕小さいお金ないです。お、親切か。わかるよ。誰がいい？あなた優しい。僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。交際おすすめか。交際に飲まれるバイトの人ってどうなの。ホットあったかい冬だからな。100円だったらしいな。まあ小さいか。ほら朝だし。おすすめありがとう。僕もらうです。暑いぞ気をつけろ。店忙しいのかい。はあ、少し。あなた店また来るです。また来るです。親父さんおすすめ食べにでも。ああ、とおじさんたちによろしく伝えてくれ。僕わかった。親父さんたち伝えるです。いつ人間らしいコミュニケーションだ。ただまあ、じゃあ僕行く。用事あるです。あ、じゃあな。体育の力って。はい、毎度。
普通のコミュニケーションをしたやつですかね。え、なんのあれなの、なんのイベントなの今のは。100円使うっていうイベントなのかな。何個も行ってみるか、行ってみるか。とりあえずちょっと待って、さっきジーンズお姉さんがいるわ。すいません。あ、どうも。長井工業っていうのは、あ、うちの店の並びの。ええ、気をつけてくださいね、怖そうなお兄さんがよく。わかりました。行くぜ、行ってみるよ、この長井工業に。監視カメラがある、この下に。まだ開いてないか。入れないんですよ。何時から開いてんの、何時から営業してんの、この長井工業とかいうの。工業っていうのはあれだよな、吉本工業とかに使われるあれだよな、言葉だよな。実体工業って何だろう。実体夜に来てみるか、夜か夕方ぐらいに。それまではちょっとブラブラとしておきましょう。このブラブラをね、ブラブラをこうどう潰せばいいのか、時間を。あれ、春崎がいねえ。おい、おばあさん、春崎どこに隠した。あの、どうしたんだい。春崎はどこにいますか。長井工業って。長井工業のことは、ようちゃん、あそこと関わらないこと、わかったかい。はい、わかりました。わかりました。まずったな。何がまずったの。何か言ったかい。なんか今つぶやいたな。じゃあ、なんか今つぶやいたな。まずったな。あの、一応なんかあのこのメモにあった、長井工業に行ってみるかの遥か後にあるこの鶴岡さんに聞く、スカザニスカザニ屋に行ってみようか。場所分かってんな、思ったところ。すいません、鶴岡さんいないし。はい、今日は何をお求めですか。スカちゃん、いえ、聞きたいことがあるんです。長井工業についてなんですが。あれ、え、長井工業ですか。ええ、そこの場所って。知りません、お帰りください。わかりました。怖がられてすぎでしょう。それ最近あの YouTube で動画をこの動画を上げてるからさ、関連動画でシェンムーの動画が出てくるんだけどさ、陽気な、なんかアメリカ人かなんか。長井工業って聞いたことないかな。ミスター長井がボスね、時々うちに来るよ。顔は怖いけど本当は優しいね。そうなのか。たまによくオールドヤクザの話するね。クニサラ中森の石松。長井工業がどこにあるかは。No、 知らないね。ミスター長井とはホットドッグ買うとき話すだけ。そうか。シェンムーってそんな海外で認知度高いんだっていう、その時その動画を見て気づいたけど。トム、長井工業のことだけど、場所はよくわからないね。ありがとう。場所知りたいわけないし、このミリタリー屋に聞いたらねかもしれない。栗田さん、よう、あんたか。名を出したらビビる。長井工業のことなんですが。よう、よう、こう見えても俺は堅気の商売人だぜ。言いがかりでもつけようってな。そんな、まさか。ならいいけど、あんたの口から長井工業なんて言葉が出るとは、ね。ビビってる感が出てるな。あの、珍しいフライトジャケットが入ったんだ。興味ねえか。すいません、急ぐので。はい、話になるじゃん。この踊り、この、なんだ、ちょっと待って。ちょっと待って。この踊り、この謎の踊りを、トムと同じ踊りをね、あの動画で紹介したいぐらいだな。動画をこのデスクトップに移して紹介したいレベルだよ。ここが時間ないからしないけどね。見てさ、へえ。聖地巡礼することシェンムーって盛り上がってなかったと思う、これ当時ですら。それを今更日本に来てね、セシズン巡礼じゃっていう機運も高まってる外人さんいるのちょっと面白くなってしまうと。てかあれだね、シェーム3が開発されるとかなんとか、なんかニュースが上ってたな。おやじさん、ニュースというか、リュウカ、
長井工業のことなんですが。長井工業知ってるんですか。噂だけな。噂ってあそこの長井って親父が結構やり手でな。数年前はビルまで建てたんだが株で大やけどして、それからはあの事務所だけになったらしい。そうですか。それだけですか。親父さん、長井工業のことなんですが。噂しか知らねえんだ。違う人に聞いてみな。わかりました。なんでこいつ今そう、なんでこの涼はさ、今主人公の涼、葉月涼さんはさ、何にもこれ長井工業に行きたくなってんだろうね。チャーリーって男を探してたはずなのに、入れ墨ってヒントだけで、誰だ、スミヤのおばさんのせいか。スミヤのおばさんのせいで長井工業に行こうとしてんのか。頭は高校生だよ。アジチ何か食っていくかも。おじさんの店に食べに来てねって、なんかあの片言の人が言ってたから。もう12時か。飯の時間ですが、昼飯は帰る。とおじさん。はいよ。はいよ。長井工業って長井工業ああ、よく出前するわね。ジーパン屋さんの先ね。ウォータードラゴンですね。はい。でもどうして。いえ、ちょっと。ちょっとじゃ、あそこ怖そうな人たくさんいるある。あなた行かない方がいいある。危ないよ。大丈夫です。ありがとうございました。シャンプーしか思い浮かばない。あの、何にあるか。長井工業のことか。ええ、桜ヶ丘の方に行くと、ほら、でも怖そうな人。大丈夫です。じゃあ、またいいんだよ、別に飯食わしてくれるかなと思ったけど、こういうとこリアルに作ってある割に飯食うっていうその描写がないのが残念だよな。これはあの、龍が如くでもあるよね。龍が如くでは飯食うっていうそういう部分があるよね、要素がね。今時間差が、時間めちゃくちゃずっと正確にこう測られてて、ちょっと何かしてる間にも時間がどんどん動いてるにもかかわらず、腹は減らないと思うし、厳密にしてほしい。中村だ、こいつは。中村何、なんか機嫌が良さそうだな。うん、模試の結果が思ったより良かったの、だから嬉しくって。そうか、のぞみちゃんが教えてくれたおかげなの。原崎が。うん、のぞみちゃん教え方がうまいの。はずきくんも教えてもらいなよ。まあそのうちな。中村。ねえはずきくん、明日の天気どうかな。さあどうだろうな。じゃあまたな。ひでえ、うん、バイバイ。フラグじゃないけど、会話の腰を、話の腰をバキッと今折ったから、向こうも天気予報の話を出した、天気の話を出してきた時点である程度も話すこともねえなって思って天気の話振ったんだとは思うけれども、けれどもそれにしたってさあどうかなって終わっちゃう。ちょっとねえ、若干かわいそうになるレベルで。青木さんなんだい、どれにする。青木のりちかがさ、いや長井工業についてちょっと聞きたいんですが。知ってる？いや、今日は忙しいな。途中で解雇されて。あそこって、りょうちゃん、今日は帰ってくれないか。ブルージェイズか。わかりました。移籍して。青木さん、ちょっと忙しいから、また後にしてくれるかな。移籍しちゃって解雇されて。と思ったらもう。青木さん、今さ、仕事あっから、また後にしてくれるかな。うん。わかりました。もうあれよ、めっつりだからね。大リーグってのはせちがらいよね、割とね。せちがらいっていうかその、あの選手をさ、いらんと思ったらまあ捨てるし、あの悪いけど知らない人とは話したくないんです。じゃあ、あのカロリプケンとか連続試合出場の達人みたいな言われてる人もいるけど、ああいう人とかもすごい。すいません。あ、どうも。世知辛い大リーグにあって長井工業っていうのは連続試合してるんですよ。うちの店の並びの多少、ええ、多
気をつけてくださいね。怖そうなお兄さんがよく出入りしてますから。わかりました。長い工業、私お店にもまた寄ってくださいね。ええ、また。首位打者のためにこう引っ込めたりとかさ、打率を落とさないためにいい打率のところで、お、これもう完全に肩着の人間じゃねえのいるな。あんた長い工業でしょ。あの悪いが話は後だ。うろうろしてるだけやんけ。あーとしてる間にもう20分になっちまった。ということで、まあね、半端ですけどもね、今日はここまでにしましょう。次回長井工業の中に入ります、おそらくね。まだこの時間はほら入れないでしょ。入れた。次回じゃなかった、今回。次回、まあ今回じゃない、次回ね。次回長井工業ということにしましょう。それではまた次回パート11でお会いしましょう。